教育現場の I. C. T. 活用と先生の働き方改革を応援するティーチャーシフト。今週は新春スペシャルとしまして、四名のパーソナリティによる座談会形式でお届けいたします。片岡先生、小坂井先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます本日は新春スペシャルということで、二千二十四年の大予測を。 パーソナリティ4人でしていきたいと思うんですけども早速ですが2024年の教育 ICT どうなっていそうかということで片岡先生から聞かからせていただけますでしょうかちょっとこうなるといいなと思うところがですね,ねちょうど2023年 AI がね教育界に入ってきましたけども Google とマイクロソフトの教育向けの AI が。 確立されるといいなと。なるほど。三六五にしても、ワークスペースにしても、各学校でポリシーをこちらがコントロールして、ai を児童生徒に使わせるようなサービスができたら、とても嬉しいかなと思いますね。二千二十三年段階だと、なかなかやっぱり生徒さんに使える部分と使えない部分があったかと思うので、これが使い勝手が良くなっていくんじゃないかってことですかね。そうですね。どうしても個人のアカウントで登録したりっていうのが多かったのが、うん、そのワークスペースレベルでコントロールできる。となると。 だいぶ使える学校が増えるんじゃないかと思うんですよね例えばどんな使い方ができそうですかね使うところはたくさんあるんですけども こういう国庫ですと例えば脂肪の動機とかの骨格を練ったりするのにすごくよく使うんですよ脂肪動機に使んですそうんですね。<ー>あの例えばこういう会社の脂肪動機はどんな感じがいいかっていうと雰囲気がわかるのでそれで自分で考えてまあ、テンプレートにするということを使うんですが例えば Google のバード年齢制限があって使えないんですよそういうものが年齢制限も下りて学校の方でこういうキーワードはいいこういうキーワードは悪いというのはコントロールできるととても使いやすいかなと思いますね もっと自由に使えるようになりたいっていう段階ですもんねそうですね、うん、では小坂井先生2024年の教育 ICT こうなってほしいっていかがでしょうか願望なんですけど、うん、来年4月から新卒でそのまま先生になる先生ってコロナの時に1年生だった人たちなんですはい、はい、で、ずっとある意味 ICT が当たり前の大学生活を 過ごしてきたので、うん、コロナ世代って悪い言い方する人もいるかもしれないけど、うん、コロナ世代、筋がいいねって言われる人たちが、ようやく世の中に行くんじゃないかっていう希望を持って、指導しているところですね。なるほど。まあ、うん、オンラインがある意味、当たり前学びの道具として、前提としてある世代が先生になるということですね、うん。そうですね。もう文房具だもんねっていう世代が、うん、うんうん 改めて新しい新世代として現場に出ていくっていうのはうん、うん、もうそれこそグッドニュースになってほしいっていう、うん、そういうのがすごく強いですね。4年間コロナだったったていうことですもんねうん、うん、逆に言えば対面の良さも知っているがゆえに、うん、ICT の使い方もうまく使えるんじゃないかっていうのも。 予想とした立つわけですねそうですねもういきなりどっぷりとですね、うん、ICT から入って、うん、その後ハイフレックスっていって混ぜていってでやっぱり卒業研究いわゆるゼミとかでその対面の良さとか、うん、で学術のすごくいいところを身につけるっていうこのストーリーが出来上がってる人がいてほしいし、うん、そうあるべきだなと思って指導してるのでそこはいい世代かなというふうには僕はポジティブに考えてますねうん、うん、なるほどですね。 AI とオンラインときましたけどももみじ先生いかがですか、2024年。私は今までもその動きはあったとは思うんですけれども結構外部の企業の方と学校が手を取り合って教育現場は変わっていくんじゃないかなと思っていてというのは私今育休中なんですけれど、はい、で現場にはいないわけですよ。現場にはいないんですけれど現場が今どういう状況かっていうのは分かるんですよ。で何を通してててかかってるかっているうのは 他の先生方とあとは企業のいろんなものを開発されている方とオンラインミーティングをすることでそれが情報をインプットできているので <laughs> その動きがやはりできてきているので AI も2023年始まってでいろんな動きがこう変容していく中ですごい企業の方が教育に対して重要視してくれるようになってきているような気がするんですね。<laughs> なののでより一層一層緒に企業とと現場の先生方といい教育を 何なのかっていうのは考えられていくのかなっていう気はしますねそれじゃあもう私学だけではなくて公立もこれからガンガン広まっていくイメージが持てているって感じですかねそうですねまさに本当にそのいろんなコミュニティが企業の方と本当にもう私立の学校公立の学校関係なくいろんなコミュニティで情報交換できているっていうのが出来上がってきているのでうん、うん、変わってきてほしいなとは思っていますね実際以前は番組の方にも公立の先生って 出ていただき憎かった部分もありましたけども最近は結構公立の先生でもちゃんと学校の許可取ってきていただいている先生多いですもんねそうですね前例も増えてきているので、うん、次に同じく2024年の ICT ですけどもこうなってほしくないなっていう部分片子先生 <laughs> ありますでしょうかツールの話なんですけども、はい、2>, 2つあって2023年末にちょっと問題になってたんですけども マイクロソフト Teams がかから外れるとれそうなんですかヨーロッパの方で今訴えられててそれが36校から Teams が外れると、うん、多分日本中のいろんな公立学校大パニックになるんじゃないかなと。うん、結構今 Teams でグループ作って先生とか生徒同士中には保護者様も一緒にやり取りされているっていうか。 そうですねうちは Google 使ってるのは関係ないんですけども、うん、チーム使ってるところはこう36から切り離されて有料ですよって言った時にどうすんのかなっていうのが一つとあとギガスクールの端末の補助が基金化するということが話題になってたんですけどもはい、はい、国会で基金が問題になってて、はい、ギガスクールもなんかやり玉に上がってるというところでせっかく盛り上がってきたところでツールとその基金の。 話がどうなのかなとっていうのは非常に心配ですね。なるほどですね。今までも無料だから使えていたとか予算がついてたから使えてた部分がいざ、いきなりこう、はしごを外されたみたいな状態になってしまうと、 一気にポーンダウンしてしまう可能性があるってことですね。そうですね。確かに Teams とか Google Workspace とか、もうすでに使いこなしている学校であればあるほど、その辺の影響が大きいかなと思いますが実際ジャンボードとか <laughs> <の>、ねうん、なくなってしまってどうしようなんていう話も去年あったかと思いますので、そのあたりの心配ありますよね。そうですね。さて小坂井先生、こうなってほしくないバット予想いかがでしょうか マニアックなんですけど、私すごいネットワークの速さっていったとこを着目したいなと思っていて、うん、速度って速ければ速いほど、うん、やっぱ教育現場にとっていいことなんだけど、うん、ちょうど今、ゼロトラストとかね、そういったセキュリティ関係の話だとかが、流行っているところもあって、うんうん、いろんな自治体さんによってはね、切り替えの時期だったりもするので、教学系だとか、ネットワークとか切り替えのところに入ってきたときに、 セキュリティで結局ゼロトラストって言ってうるさくなっちゃって結局その速さっていうところを置いてきぼりにしちゃってっていうことが起こるんじゃないかなっていう危惧を持って、はい、とにかく速さでしょ、はい、教育ではって思うんですけど入れ替えの時に結局いろんな制度的な問題もあってどっかに良くないところに落ち着いちゃうっていうのが一番怖いので<ー>本当ネットワークはどんどん速く速くっていうことを進めてきてほしいけどそうはならなそうかなっていうのが。 危惧してる点ですね、うん、確かに私もオンラインで学校の先生とお話しする機会っていうのが多いんですけども中にはですね、まあ、そもそもつながりにくいっていうパターンであったりとか、うんうん、ちょうど話してる最中にチャイムが鳴ると乱れるんですね。うんうんうん でで聞くとこれ必ず毎回なるんすチャイムが鳴って授業が始まるとみんなつなげるから一旦速度が遅くなるっていうのはこれ毎回なんですって話聞いたりするんですけどもやっぱりまだそのギャップって学校ごとで大きいっていうのはありますよね。うんうん、特に早くないとっていうふうなところは気を使ってほしい、うん、そうですよね。うん、ただこれなんか片岡先生学校の w i f i の回線速度去年受賞されてませんでしたか <laughs> <laughs> そうですねうち今日本一になったんですけどうちはあの B フレーズ3も入れてるので結局どこが止まろうがどっかに繋つながるっていう、うん、まあそんなのもどこなんかもやっぱりネットワークつながらないとそもそも何にも使えないっていうところになっちゃうし結局使えない時に代替手段考えなきゃいけないから紙も併用するみたいな、うん、おかしなものが出てきちゃうとこの2024年度の ICT っていうのも広まらなくなっちゃいますよね。うんうん、さてもみじ先生 まあ、この後、復帰されて実際 ICT もっと広まってほしいですけども、バ、はい、ット予想はいかがでしょうかいや、もうまさにおっしゃる通りで、ネットワークなんで小学校も。<laughs> <laughs> 本当に停滞することが一番怖いなと思っているんですよ。ギガスクール構想が始まって一気に加速化して、で、当たり前のように ICT 使えるようになったにもかかわらず、この時間帯だからネットワークつながりにくいからとか、うん、この授業で使う先生多いから、この日のこの時間は、 ICT 使えないなとか、うんうん、そういう状況になっていて、で、先生方が工夫してるんですよ、現場では。<ー>あ、この時間帯はたくさん使うから、じゃあ自分はこの時間帯にパソコン使おうとか。なんとかそういうふうにやりくりをして、で、アクセスポイントも体育の授業をやって使いたいけれど、ここはアクセスポイント届かないから、他の場所で撮影をしようとか、<laughs> そういうのをなんとか工夫して現場が乗り越えてきているんですけれど、うん、じゃあネットワーク環境このまま変わらないのかとか、うんうん 端末とかもそろそろ買い替えの時期になってくるのに使えてるから何とか修理してやっていくのかとかそういうところで停滞していってしまうっていうのが一番怖いなとは感じています,す、ねまあ、それこそこれ現場の先生が本来工夫すべきところかっていう気もするんですけども、うんうん、この辺り効率と私立とまた違うのかなと思うんですけど片、うん、方が効率だとこの辺りを管理する人たち、まあ、どの辺りに逆に言えばいいんですかね <laughs> 千葉県の場合は ICT のサポートセンターがあるので、そこでいろいろできるんですけども、じゃあ遅いだとか増やすっていうのはダメなんですよ。ダメなんですかアクセスポイントも決まってるので、うんうん、何個っていうのは。だから、増やしたりするのは、うちみたくズルする必要が、あるからズルしてるんですね。<laughs> あの、別で引いちゃうっていう。うん、そうですよね。はい、いや、でもやっぱり上長性っていうところで言うと、やっぱ1本だと何かあった時っていうのもありますし。一 1>,、ねね、1>, 1回線、1ネットワークはちょっと苦しいんじゃないかなと。うん うん、でさっき小坂先生おっしゃってたように、セキュリティのために2つに分けてたりもするじゃないですか、使い勝手が悪くなったりとかするのもあると思うので、この後にまあセキュリティと使い勝手、どうバランス取っていくのかっていうのは、なんかうまい解決策ってあるんですかね、うんうん、あ結構考えてる自治体さん、あると思いますよ、うん、話を聞いてる分については。 やっぱり授業のところと、やっぱり成績管理とかって、もう分けなきゃいけないのは確かなんですけど、うん、その成績管理のところで止まっちゃうなんていったことがあったら、本当にやりづらいじゃないですか、やっぱその両立はしっかり考えて、業者さん選びたとかやってるところはあるので、うんうん、それが何かの表紙にね、うまくいかないっていうのもよくある話だから、そうならないことを祈るというか、そうならないの仕掛けって、別のところのルールとかでうまくやっていかなきゃいけないなっていうのが最近よく思うところですね。うんそうです バット予測がグッと予測になるといいなと思っていますはいといったところでそろそろお時間になってしまいましたティーチャーズシフト新しい学びと先生の働き方改革今週は千葉県立市川工業高等学校の片岡新一先生と玉川大学工学部の小坂井雅一先生のお二人にお越しいただきました片岡先生小坂井先生 二千二十四年が明るくなるお話をありがとうございました。ありがとうございました。ドクター小堺のキャリア塾。ア塾皆さん、こんにちは、小堺です。<ー>第三十回は等身等はとりあえず全部読もうと題しまして。 答申の話をしたいいと思います最近ですね私同僚の先生にですね「君のところの学生さんたちどうですか?」ちゃんと答申等を読んと等読でますかなんていうふうに聞かれたんですけれどもふと気づいてみるとウェブで「刀身等をちゃんと読む習慣ができてないまま現場に出てないかなっていう疑問がふつふつと出てきたんですね実際のところですね。 授業とかでもやっていて読むべきものをちゃんと読んでないとか中身を理解してないっていうようなところが学生さんたちまだ若いので結構あるのかなと思うんですけど今の時代とは昔は全然違うので等等身ととととかはとりあえず全部読んでみようってて習慣、とても大事だと思います。例えば OECD エデュケーションだとかですね「ラーニングコンパス」とかって知ってるかっていうとプインと来てないみたいだったりするんですね。 じゃあ、教育振興基本計画だとか、こういったようなものについてですね、聞いてみると言葉は知ってるけど、中身が辻褄が合ってないとか、あとは令和の日本型学校教育の構築を目指してなんて言うと、試験の対策はしてるんですけど、例えば令和の日本型学校教育を担う教師の育成、採用、研修等のあり方についてっていうと、そのつながりがわからないとかですね。こういったようなこととかが出てくると、やはり 現場ににに行くために必要ななな世界観を持っっってていことになっちゃうわけです確かにインターネットの前の時代は校長が任意で読むべき等身等をこうスクリーニングしたりとかですね優先順位つけて流してたってこともあるのである意味現場の一人の先生が全部を見ることもできないしある程度スクリーニングされた情報としてですね等身等とか見ればいいみたいなとか読めばいいとか知ればいいといった時代はあったかもしれないんですけど。 今はもうインターネットで,全て読めるわけですね。ですから若い人もですね現場の教員の人もですねそれこそ教師志望の学生さんたちもあるべき教育のの姿っていうのはもうは、もきちんと共有できるる地盤はあるわけですですから誰でも等身等をいつでも読めるっていう以上ですね学生の力からも全部を読もうというですねこういうことをちゃんとしていかないといけないし私どももそういう指導をしなきゃいけないんだろうなというふうに思ってます。 全員が同じ世界観を持った上で教育のビジョンを持ってその上で指導方略であるだとか教育活動のですねもう現場の仕事といったものをこなすってことが可能である以上やっぱり教育の姿を共有するというために答申通常にどういうものが出てるのかを見てそこを理解しきちんとした世界観を持って仕事に当たりたいなと。で私も今後もですね若い人にちゃんと読めという指導をしていきたいなと考えております。

内田校は人とデータに価値を見いだし最先端の ICT で学びの場や働く場を支えシステムとデータの連携で人の成長に寄り添っています。よよりり良良いい環境、未来 ICT と環境の構築で情報の価値化と知の競争をデザインする内田洋講です。